リクガメのまさこレイディオ。わさこらさー、こらさ、久しぶりの3人わさこらさーでございます。どうも、どうもね、スタジオ終わりですけども、はい、うん、もう今週に迫ってます。そうですね、22、23、はい、関西行きます。お願いします。めっちゃ久しぶりのライブやな。そうですね、うん、確かにライブ自体久々、うん、年末、今年初、なんか微妙なとかね、年またいてたから、うん、あ、そっか、うん、あれ以来ですね。ユンさんも元に戻りましたね。何のことですか？いろいろとすごいよね、うん、いや、何がすごいんですか？急ぎんちゃく、いやいや、髪の毛なんかパワー、現代版のこけしって感じ。いや、今回ね、これ違うんですよ。これかわいい、おしゃれなんですよ。かわいい、あの前から前から思ってたんですけど、おしゃれなのは分かるね。おしゃれな髪型してるんですよ、やっぱ女芸人感が増したい。いやいや、だからおしゃれやって言ってるんですよそのなんか変におしゃれなとこが、変にはいらん、変にはいらない変に個性が、そうそう、ね、個性出してるところ。じゃあじゃあじゃあ、うちみんなに言われて、前髪切れ、前髪切れと、うん、もうこんなん言うんじゃないと。こんなん今日3人ともなんかえらい笑ってたな。せやで、いや、せやでやないの、褒めてんねやろ。そうそう、褒め笑い散々見てきたじゃないですか。せで何をなんか笑って、おもろいな、ね、マジマジと、おもろないのよ、おもろないんですよ。いいよ、うん、気に入ってるんですよ私は。前髪は別として、こちらも別に前髪はいいんですよ、もう気に入ったらいい、どのもうエレベーター式なんで、うん、エレベーター、色ウィーンってこう、うん、3階ですウィーンって動かせるんで、前髪は別に。すごいね、すごい。2階ですって、耳鳴り、うちだけみんな鳴ってる、みんな鳴ってる、みんな耳鳴り。これはショーンさん、ノイズカットでお願いします。何の音やろ、わかる。前髪焼き上がった音か。けど、ええ色やんな、色好きや。あ、そうそう、これもっとほんまもっとな、うっすらオレンジぐらいの感じで、うん、うん、楽しみにしてください。の別にうちの髪の毛なんか別にそんな何でもね、何でもいいんで、何でもないんですいません。この日はもうね、音楽を、そうですね、もう攻めですね、もうやりに行きますよ、はい、楽しみです、うん、本当に無事に開催されますように、それを祈っております。そうですね、もう本当にね、日々状況がよく、うん、あれ分かんない。そうなのよ、毎日毎日本当に何が起こ、どこで何が起こる、どうなるか分からん状態になってるから久々の感覚に陥ってますけど、久しぶりの感覚やけど、うん、やっぱりうちら1年ちょっとぐらい、うん、その培ってきたいろんな試練、ね、身になってると思います、うん、そのメンタルの部分では、ね、あまりこう多分どうなったとしても動じないような気はします。そうですね、ただできる場所でやれる音楽を奏でるということだけやから、もうね、迷うことはないですけど、はい、うん、やけどもうやれるならばね、無事にね、みんな集まれてね、笑顔で開催できることを祈りながら、今日もわざこらしておりましたよ。ほんと前髪わっさでございました。もうええのよ前髪もう一回戻らんでええのよ前髪に。戻ったな、うん、見事にうまいな。いやいや、何がなのよ。じゃあね、もうさ、すべて出し切って、はい、ってさ、ちょっとよくわからない脳内なんですけど、ね、うん、本当にうまいで言うと、最近 YouTube 荒れてますけど、あのウィンウィンウィン見た、ウィンウィンウィン、マジで見た方がいいから、もうすごいから、オリラジの中田さん、うん、マジでもうね、もう本当に神がかってるから。何、ウィンウィンウィンってなんや。あのね、YouTube にあるテレビクオリティぐらいの番組があるんですよ。最近の、最近のいろんななんかもう炎上をね、取りまとめた中田ちょ、もうええわ、聞いてください、あなたもドラマばっかり。いや、私最近ハマってんのは、うん、辻チャンネルと森三中の YouTube。 森三中いいやん。いいんですよ。いいですね。すごいんですよ。佐久間さんの YouTube 見てほしい。佐久間さんっていう番、あのテレビプロデューサーがやってる。へぇ、めちゃくちゃおもろい。わかった。ラランド知ってる。ラランド名前だけ知ってる。ラランド、それで知ってる。めちゃめちゃハマってる、今ラランド。あ、ほんまに。ラランド。
ど、ラランダ芸人なんか最近ゲスのあの人とバンド組んだな、ラランダのあの、そうそう、全然ついていけてへんわ。それのギターの人が、はい、大阪のメノーズのギターの人が弾いてる。すごい、でそっから行ったらマジコさんもハマってるって言ったのギターもその人が弾いてて、やべえと思って最近、いろいろとね、そうなんや。佐久間さん、佐久間さんね、見てみます。 100ボケ100ツッコミ、マジでおもろい、ね、おもろそう。100ボケ100ツッコミやってみてや、2人でできそうやな。もう今度やろう、じゃあ100ボケ100ツッコミ、カウントしてな、何分で100ボケ100ツッコミできる。なるほど、まずなるほどね、今度マジボサボサ終わったらやろうそれ、ボサボサってやろう。楽しみですね。楽しみそう、よかった。うん、ここでやったらいいやん、君。あ、それもやろう。私ツッコミ、うん、ちょっと待って、絶対無理やって。逆に1時間に100ボケ3ツッコミみたいな、うん、いやほんまにツッコミむずい。100終わって1人でツッコまなあかんくなる。あと最近ハマってる YouTube ボイラー、ボイラー何言ってんの最近昔の映像めっちゃ見てる、ね、あ、昔のはちょっとほんま自分らでも忘れてるから何が出てくるかわからへん。ラジオあんま聞き返してないけど、その頭とかの、うん、うん、やっぱ映像が何見た、とりあえずあの雪だるまをもう一回見て、はいはいはい、あとミックスジュース、あー定番でおもろいやつ。何見たっけな、うん、エクササイズを見た、学力テスト、あとデブ発射、モーニングサンを踊った、あれひどかった、はい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 、ひどいやつ、ひどいやつ。とりあえず順番に見てて、なるほど、あ、それで爆笑してる。うちも見てみよう、なんか自分で言ってたんやろ。昆虫食の2回目はめちゃめちゃおもろかった。いやもうなんか、あ、うちもね見たこの間、おもろかった、久々に見たかったけど、1回目より2回目だもん、うん、ちょっと昆虫食べてる姿、スマの味って書いてる、なんか全員ほんまにマジでまずそうなのが本当に、いけなもさ、あれマジで映像で自分の口に虫が入ってるっていう映像を 見られなくて、うん、でも食べてたで、どういうガチやったもんな、食べてないと思う、もう記憶抹消してるもん、しっかり食べてたよ。それだけは見たいねんけど見られへんっていうやつ、そう、うん、ちょっと頑張ってみますはい、はい、そんな感じで、はい、じゃあどんな感じ、ね、頑張っていきましょう頑張っていきましょう3人揃ってもこれ、ね、22日ね、23日お待ちしております。はい、まさこらさっさっさうわ、2022年の22時22分や、うわ、やった、演技前髪はっさ、失礼いたしました。